これで大丈夫ですか？集めてきました。これで足りそうですか？ああ、これだけあれば十分だ。お前たち、なかなかやるな。冒険には慣れてますから。嵐に備えてですか。かなり恐れているみたいですね。この里では昔から竜の怒りを買うと嵐が起きるって言われてる。だから嵐を起こさないよう祈りを捧げるんだ。俺は効果があるとは思えないけどな。嵐か。実態がわからないからなんともだけど、若干気になるね。これで大丈夫ですか？油を持ってきました。早速取り掛かってみようか。それじゃあ借りますね。ええ、よろしくお願いね。よし、これで大丈夫じゃないかな。ありがとう。困ってたから助かったわ。あれをもっとちゃんと調べたら何か分かりそうだな。また何か考えてるぞ。職人は時折ああやってどこか遠くを見つめるものです。ん？何かいる？魔物？なっちゃったね。私たちに恐れをなしたのかも。そういえばさ、クラウディアはなんで弓を使うようになったの？初めて出会った頃は違ったじゃない。あの頃はお父さんと一緒に旅をしていたからかな。弓を持つ必要がなかったんだよ。お父さんも空剣島の近くはそんなに危ない地域ではないって判断をしてたんじゃないかな。実際はフィルフサもいたりして結構危なかったんだけどね。弓を使えばもし戦いになってしまっても前に出なくてもいいからってお父さんが言ってたんだ。基本的には戦ったりせずに隠れていろとも言われたけど、最初に弓に触ったのは本当に子供の頃だったからね。最後の手段ってことだったのかも。なるほどね。きっとクラウディアはお父さんに愛されて育ったんだね。そうかな。でも時々聞く耳を全く持ってくれないけどね。里で話をつけたらうちの紹介と交易してくれないかな。クラウディアの手腕なら行けなくもなさそうだけどな。俺が思ってたよりすごいんだな、フォーレの技術って。これは大きな木だな。里にはこの木は大昔の戦争時代からこの地に根を張り続けているという伝承がある。かつての戦火に耐え切ったから今では里の平和を祈る御神木になってる。へえ、うちの村にも似たようなものはいろいろあるよ。みんな遺跡方面に行くときは
この木に参拝する習慣があるんだ。そうなんだ。じゃあ私もそうしようかな。なんで参拝しないの？だって参拝するのは魔物に遭遇したりせず無事に帰ってこられるようにってことだろ。まあそういうことだろうね。俺は魔物と戦いたいんだ。魔物に出会いたいのに参拝なんかするわけがない。むしろ絶対にしない。私もあんまり人のこと言えないけど、ディアもとんだはみ出し者だね。この木、竜に似ているような気もします。そういう見方をするからそう見えるだけじゃないかもしれないな。あれが住み着いたっていう魔物だね。よし、早速戦おう。なんだ、雑魚じゃん。まだいける。これで終わって。どうだ。これでおしまい。よっ、じゃ。クラウディア、お願い。もちろんだ、クラウディア。もう一度。これで終わって。よっ、じゃ。まだ当てられる。氷の宿よ。いけ。同じところに。聞かないぞ。お願い。狙い撃つ。せーのっと。よーし。こっちのは倒した。すごい。今ならこれが全力だ。止めてみろ。冷たいのが効くよ。よいしょ。効かないぞ。やった、一体倒したよ。よっ、やったね、クラウディア。止めてみろ。ナイザー、お願い。冷たいよ。よし、これで片付いたな。もっと大ごとを手伝わされるかと思ったけど、簡単な依頼だったな。向こうも様子を伺ってる感じだったね。テアドラは部外者に種拾いを手伝わせること自体反対なんだよ。我々の生活を支える種を集める行為は神聖なものだとかなんとか。ああ、田舎ではよくある話だな。本当は里にいる種拾いの戦士だけで解決したいけど、人手が足りていないってことですか？テアドラは心配性すぎるんだ。まったく、うんざりするぜ。大人ってのはそういうもんなんじゃねえか？ディアンが私たちを積極的に手伝ってくれるのは、種拾いを手伝ってもらうためか。あるいはちょっとした反抗期なのかな。まあ、ともかく報告に行こっか。魔物の掃討は終わったぞ。これでいいよな。ああ、あとは賢者様のご判断を待つ。ディアン、あまり危険なことに首を突っ込むんじゃないぞ。あんまりデアドラを心配させるなよ。血がつながってないとはいえ親みたいなもんだろ。うるせえよ、余計なお世話だ。おうおう、若いくせに生意気だこと。親みたいなものか。いろいろ事情があるみたいだね。
よし、こんだけ手伝えば文句もないだろう。源者さんのところに行ってみよっか。なあ源者様、噂はもう聞いてるだろう。うん、里の問題を迅速に解決して回る異教の者たちがいると。それじゃあ光の庭の立ち入りを許可しよう。ディアン、引き続き案内を頼めるな。ああ、問題ないぜ。うまくいったみたいだね。ようやく遺跡の調査ができそうだな。あれ、俺たち何調べに来たんだっけ。竜の風跡だよ。晩鐘の体験に関係あるかもしれないってことで。ああ、そうだったそうだった。アンベルさんは本当に大丈夫なのかな。本人が大丈夫って言ってることだし、何か算段があるんだろうけどね。やっと見つけましたよ、タオさん。パーティー、久しぶり。パーティー、どうやってここに。空剣島に出向いてバレンツ商会の方から皆さんの行き先を聞き出したんです。貴族のお嬢様だってのに相変わらず行動力あるな。そんなことよりライザさん、皆さんも。ふ、何、どうしてタオさんをオートに返さないんです。千載一遇の好機を棒に振らせるつもりなんですか。どういうこと。事情がよくわからないから説明してくれないかな。どうもこうも側便を送ったじゃないですか。タオさんの論文が認められて合格しましたって。論文が合格？何の話だタオ。そういえば空剣島でタオが分厚い封筒を受け取ってたような。あれが。何も聞いてないんですか。タオさんはオートにある王立学術院の推薦審査に合格したんですよ。何？学術院への推薦が通るなんて10年に1人出るかどうかじゃないのか。なんだかよくわからんが、すごいってことか。側便で送ったのはその準備要項です。タオさん、早くオートに戻って最終審査に備えましょう。タオさん、ちゃんと説明するよ。拠点まで来てくれないかな。フォーレの里を見ているとラーゼンボーデンの古老の顔が思い浮かぶな。まあ気持ちはわかるぜ。田舎はどこもこんなもんだったりするのか。空剣島で軍刀の話は聞いていましたが、晩鐘の体験、竜の風跡、それにアンペルさんとリラさんが捕まったですか。またとんでもないことになっていますね。ご友人の方ですよね。パトリツィア・アーベルハイム、みんなはパティって呼んでる。オートにいた頃一緒に冒険してたんだ。そういうことで今は空剣島のためにやることがあるんだ。
ねえパティ、1分1秒を争うんじゃなければ少しの間一緒にいない？タオの様子を見ながらさ。そうそう、あいつ今新しい遺跡が目の前にあってよ、冷静に考えられなくなってるかもしれないし、そのうちちゃんと話す機会を探せばいいよ。はい。まずボルカーさんに連絡だな。どうせ飛び出たきりだろ。俺たちが連名で手紙を書けば少しは安心するはずだ。そうですね、すみません。せめて足を引っ張らないよう気をつけます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。私の方こそ新しく加わった身ですし。そこは遠慮し合わず仲良くしちゃえばいいんだよ。そうそう、特に二人は年も近いし、余計な事情は気にせず友達でいいんじゃない？それじゃあ友達でお願いします。フェデリーカーさん、はい、私も年の近いお友達がいなかったのでとっても嬉しいです。パティさん、なんだよぎこちないな。友達って言いながらまるで他人みたいだぞ。仕方ないじゃないですか、私はあなたみたいにグイグイいけないんです。そりゃ性格は人それぞれあるだろうけどさ、形から入ることくらいできるだろう。形というと？お互いその敬語をやめたらいい。え？おお、いいじゃん、やってみようよ。よろしくお願いじゃない、よろしくねパティさん。パティ、はい、こちらこそ仲良くしてねフェデリーカ。違和感すぎ、やめてやれ。よし、それじゃあ親睦も深まったことだし遺跡に出発しよっか。竜に関するものは結構あるみたいだけど、前に一人で来た時はそれすら見なかったな。ちょっと練習しよう。そうだね、まずは慣れないと。初々しくていいですな。これで大丈夫ですか？
だからあの街灯の見た目は突飛すぎると言ってるんだ。重要なのは調和です。たとえ保守的な見た目であっても調和が取れていなければ意味がありません。そういう意味ではどちらの案もそのまま一方的に受け入れるのは難しいように思います。わかった、もう一度考えてみようじゃないか。今のアルベルタさんたちだよね。はい、そうです。仕事の話をしていました。サルドニカに戻ってきたのならいる間だけでも少し相談に乗ってもらいたいと言われまして。それは私なら気がめいる話だな。サルドニカを旅立つ時に町のことに関しては両派が協力しようと動き始めましたが、現実問題としてはそうそうすぐに全てがうまく回り出すということもないようですね。フェデリーカの仕事って具体的にどんなものがあるの？そうですね、両派閥の折衝は前提として交渉たちから上がってくる意見要望の対応、それから町の運営に関わる予算や交易商業の管理、その他様々な意思決定などでしょうか。とは言ってもそこまで権力があるわけではなく、サインをしたり応印したりするだけですけども。そんなことをこの年からやってるなんて。クラウディアもそうだけどみんなすごいな。これ器具だよね。何そんなにじっくり見てるの？ボスが便利そうな道具だから空剣刀で使いたいと言ってるんだ。おお、やっぱりボスってブルネン家、いやモリッツさんの息子なんだね。どういう意味だそれは。いや私島の発展みたいなことをあんまり考えたことなかったからさ。いやお前だって錬金術でいろいろやってるだろうが、あれは違うっていうのか？あれは半分趣味みたいな。いやそうでもないのかな。無意識のうちにやってたっていうのかよ。お前のやってることは十分島の発展につながってる。そうかなならいいけど。そういえば島の古老たちも以前と比べてうるさいことは言わなくなったみたいだよね。ああ案外ボスの思う通りにことが進むかもしれねえ。何か考えてみるのもありかもな。けどこれ結構使い方難しいらしいぞ。俺も使い方はよくわからないし。独特な作りなのは見ればすぐわかる。だがやれそうなことはやってやるさ。期待してるぜ未来の村長様によ。Thank you.
学園で学びはしたが、想像以上に偏僻な場所だな。いや、空間島もそうか。みんな、敵よ。はっ、やっ、こいつでどうだ。まだまだ。いくぜ。わけない。こいつでどうだ。やるよ。いけ。ディアン、お願い。任せろ、ライザネ。ふん。おお。ディアン君、ストップ。期待してるぜ。速さの限界は。これ使っちゃおうかな。使い方はこうだ。ありがとう、ディアン君。せい、そこよ。いけ、いくぜ。覚悟しなさい。こいつでどうだ。攻防一体の技だ。俺に任せろ、レント。俺ら、どうだ。ひとつきだぜ。決めます。せーのっと。ドイツをお見舞いするかな。やっぱこいつだよな。レント、ごめんな、助かった。そこよ。中盤おりゃ。今使うべきものは、発動します。パーティー、ありがとね。俺に任せろ、パーティー。どうだ、食いしばんな。せい、キル、そこも。よっ、そうだ。覚悟した。どうだ、クリシマンだ。利用すれば終わりだ。急所を狙ってキル。そりゃ、炎の舞いよ。この時期好きだらけです。来ねえならこっちからだ。一気に畳みかけましょう。いいぞ、パーティー。クラの調子でやれやれ。発動します。パーティー、ありがとうさん。おりゃ、くらえ。おりゃ、揺れろ。おりゃ、こいつでどうだ。みんな、頑張って。なあなあ、ちょっと影作ってみないか。今ならうまくいきそうな気がするんだ。こいつでどうだ。俺の勝ち。リアン君、行けますか。よっ、どうだ。どうだ。ちょっせい。まだまだ。もう一度止めた。おおり、聞いて。高い高い。見切れるかしら。はっ、暗い。この綺麗なの使ってみる。よーし、コアなんとか発動だ。ありがとう、ディアン君。せい、ガチャー。どうだ、クリシマンだ。終わりだ。力が溢れてるぜ。俺に任せろ、レント。そこよ。いただきだ。くらえ。しびれてみる。攻撃の速度を上げます。まだまだ続く。決めます。そこ。せーのっと。よっしゃ、今ならこいつ弱っちいぞ。こいつの出番だ。ディアン、いい感じだぜ。これで終わりだ。ふん、そりゃ俺の勝ち。隙だらけよ、パディ。すまない。==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 
終わりだ。狙ってキル。来ねえならこっちからだ。しびれてみるか。隙だらけよ。終わりです。炎の剣見つけた。どりゃ、どうだ。頼むパティ、とどめだ。お願いしていいか。鍵使えるかも。お願い、成功して。できた。今使うべきものは鍵を。共に切り開きましょう。鍵の力をまとい試験見せてあげるわ。
ここなら発射捨てリバイですよ。まだまだ弱っちいぞ。終わりだ。すごいランク。ここなら捨てリバイでしょ。一刀両断。もう一度。まだまだ捨てリバイでしょ。こいつでつけ。ここならはっ、よし、力が溢れてやがるぜ。ここならこいつはきついぜ。今使うべきものは決めた、これです。これ使っちゃおうかな。よし、コアなんとか発動だ。ここは任せて、ディアン君。ライザさんって健脚ですよね。うん、そうかな。子供の頃から走り回ってるからだろうね。フォーレの里を見ているとラーゼンボーデンの古老の顔が思い浮かぶな。まあ気持ちはわかるぜ。田舎はどこもこんなもんだったりするのか。